というわけで、アヤが不器用です。知ってる。ちょうど授業の合間、ヒナと一緒に自販機までジュースを買いに行くときにそんな話を振られた。ちなみにアヤはというと、授業の最後に出された課題が終わらずに友達に手伝ってもらって必死にやっているところだというかさ、レン君はもうちょっと強引でもいいと思うんだよね。さすがに休み時間の廊下は他の学生もいっぱいいるし、ヒナも言葉を選んでるのがわかる。割と満足してるんだけどな。昨日みたいなのでも？昨日みたいなのでも、まあできるならアヤとエッチはしたいけれども、そればっかりじゃなくて、一緒の時間を過ごすときに相手のぬくもりを感じられる時間も好きだった。むしろちゃんと付き合うようになって、いざという時に遠慮しなくてもよくなったからな。やだ、レン君が全然がっついてないメリハリつけて楽しんでるだけだよ。そう言っても我慢とかできるもんなの？入学してからある意味ずっと我慢してたからな。ひながすっと顔をそらす。それまでのことに比べれば、触ってもいいし撫でてもいいし、泊まっていくときはエッチだってできる。うん、何も辛くない。レン君がいいならいいのかな。でもな、アヤがどうしたいかっていうのもあるし。アヤが俺に任せてばっかりになるのもわかるんだけどな。まあね、アヤは自分からわがまま言ったりするの苦手だし。ガコンと自販機でジュースを買って買い物は終わり。私にも遠慮してるんだよね、アヤ。俺がアヤの立場でもそうする。そこはわかるんだけど、そうじゃなくてさ、同じ我慢するなら押し殺して我慢するより、お互い好きにした後にどうにかした方がよくない？タピオカミルクティーを飲まない我慢じゃなくて、飲んだ後に面倒でもカロリーを消費するために運動する方に頑張るみたいな。アヤにそれ言ったの？昨日言おうとしたらお風呂に逃げられて、それからはなんかタイミングがない。とヒナが渋い顔をする。アヤも似たようなこと考えてたけどな。一線越えなきゃヒナと何してもいいって昨日言ってたよ。またそういう不器用で極端なこと言うんだから、アヤは。私は別にそこまでしたいわけじゃないのにな。俺も言われたからってじゃあするかとはならないしな。別にアヤとレン君の邪魔をしたくはないんだよね。というか、二人には早いところ結婚してほしいと思ってる。正直、結婚だけなら今すぐしてほしい。歩きながらこっちを見る横目は、そうすればお前は今度こそいなくならないしなと言っていた。せめて卒業まで待って、できれば俺が就職するまで待って。私じゃなくてアヤに言ってね。自分で言っておきながら。私がレン君に甘えたいのも、こう恋人らしいことをしたいとか、そういうのは正直もうあんまりないし、こうなんだろう、レン君に甘えたいんであって、彼氏にではないこの感じわかる？ライクと友情と家族愛と食欲が入り混じってて、俺を男として見てないわけではないけど、主成分じゃないっていうのはわかる。さすがの理解にむしろちょっと引く。それに、そこまで私たちのことわかってて、この間まで何もしてこなかったのはなんで？アヤのことをヒナほどにわかってないんだよ。彼女でしょ？ヒナに対してはもう彼女にならないって割り切ったからか、なんかこう一気にこうだったのかって分かる部分が増えたというか。レン君ってさ、そういうところあるよね。自己評価低いというか、強引に行く気がないっていうか。休み時間も終わりに近づいて、廊下の人影がまばらになったのを見たヒナが声のトーンを落として、もっと私たちにモテてる自覚あっていいと思うよ。アヤにも俺のこと好きならわかるよなって言って、わがまま言うくらいでいいと思うよ。できないって分かっててそういうことを言う。彼女相手なんだから、そのくらいやればいいのに。お互い何言ってるんだという顔で見てしまう。それはともかく、ヒナはヒナで弟欲しかったからって、お姉ちゃんならもうちょっと落ち着いて。この年になって兄弟で一緒に寝ないし、風呂も入らない。だけどアヤは別にいいよって言ってるんでしょ？よくはないだろ。
ひなは少し考えて。それなら、アヤがいいよって言ってるのってどういうことなのか分からせるために、ちょんと自分の唇に人差し指を当てて、今度目の前でキスとかしてみる。バカなことを言うひなの頭にとりあえずチョップを入れておいた。彼氏を独り占めしたいと思っちゃうんですけど、どうすればいいでしょうか。その日の放課後、昼とは逆にちょうど蓮と日向がいない時間、あやめ側は純子と杏にそんなことを聞いていた。まあそう思うこと自体は何も間違ってないというか当たり前な気はするんだけどね。あ、すればいいんじゃないの。していいんですかね、うん、彼氏なら別に何も悪いと思わないんですけど。あやめが言っている意味をつかみかねた杏がすっと純子に視線で助けを求める。むしろどうしてダメだと思ったのかしら。お姉さんだって祝ってくれてるじゃない。姉妹でギスギスしてるならわかるとアンもうなずく。けれど蓮とあやめが付き合い出してからも日向はそんな闇を見せることもなく、むしろ蓮とベタベタ。あれはつまり親鳥が自分のヒナを守るためのマーキング行為だった。純子一瞬ひなだけにと言いかけるが、とさに飲み込んでセーフ。アンはひなが蓮にベタベタしているのはそっちが彼女になったからって引かないぞという姿勢なのかと納得しかけたけれど、いやあれは好かな。というか弟を構いたいだけのお姉ちゃんです。ああ、男女の慕情ではなくて弟、つまり姉の所有物なので好き勝手やっても OK 的な。実際妹はここまで好きにして大丈夫っていう経験がありますからね。双子の妹に対して OK のラインを同い年の義理の弟かつ妹の彼氏に適用するのはアウトだと思うんだけど、うん、個人間のことだから口を出す気はないけれど、それで刃物とか出てくるようだったら自重はしてほしいかしら。いや、まあ蓮くんが理性を保ってる限りはお姉も何してもいいと思いますけど。アンは一瞬、つまり後輩が姉を刺したら刃物で刺されるんですねと言いかけるが、とっさに飲み込んでセーフ。何してもいいと思っているけれど独り占めもしたい。その辺が全然わからないんですよ。お姉と仲良くはしてほしいけど、できるだけ私と一緒にいてほしいし。何も知らなければのろけかって見してるんだけどな。切実な問題ね。どっちも本音でしょうし。純子は1年生3人のことをそれなりに見ていた。あやめの言うこともわかる。欲望と理性の問題かしら。一緒にいたい、独り占めしたいのは欲望、姉とうまくやってほしい、関係を崩したくないのが理性。ああ、初回限定のボックスが欲しいのが欲望、けど買っちゃうと貯金がマジやばいからやめとけっていうのが理性。まあ、どっちも分かりやすい例えだね。なるほど、つまりどっちも正しいと。違うわ、それだけが正解じゃないってことよね、アン。うちの場合はバイト増やしてボックスも買って貯金も守るが第三の選択肢として生えてくる。レン君と私とお姉の3人でイチャイチャする。真顔でそうつぶやくあやめだけれど、うん、新しい選択肢だけど本当にそれでいいのか。妹、彼氏に甘えられるだろうけど独り占めはできないぞ。後輩たちは本当に大丈夫だろうかと本気で心配になるアンだった。